わかります。やっぱ一発目が美味しいって言っちゃうね。皆さんこんにちは。今日は私の妹がとっても得意とする美味しいベーグルの作り方をご紹介したいと思います。今回は夢力という子ね、北海道からネットで買っているみたいです。25キロぐらいで8000ぐらいで購入しています。2ヶ月程度で使っちゃうみたいなので問題はなさそうですね。そうです。しかも発酵時間がやたら短いから全部の工程で1時間でできる。一次発酵は確かにするけどね、ちょっと膨らますの、じゃあ砂糖、はそんなに神経質にならなくても大丈夫。本当？大さじ1が15だからね。まあそうだね。こんな感じね。うんうん、塩が多いとドライイーストが死んじゃって膨らまない。でドライイーストも3グラム。これは例えば倍の量を作ったとしてもドライイーストは3グラム。確かに膨らむんだけど、それこそ売り物みたいな、ああいうなんかやたら膨らんだだけでもっちり感とかなくなっちゃう。で、こう混ぜて、まあ、本当は取れないんだよね。どうだろうけど、手元だったらこの辺でいいかなって、うん、頃合いが分かるってことでしょ。そうそうそう、でボールが割ったら、うん、495÷6をするわけ、うん、で、大根とナスのひとまとめにして、うん、じゃあ本当に乾燥はダメなんだね。うん、乾燥するとやっぱ美味しくない、ね。はい、大体これが1個の大きさ82-3g ね。はい、もしこれがなかった場合は、うんうん、できた、まあ、箸でも箸でも OK、うん、こんなんでもまあ代替は効く、うん、そうだね。こうして開ける。何年やってきてんだっけこれ。引っ越してきて10年経ってるから、うん、吉子さんに出会って8年8年作ってるのね。三つ折り、うん、そう、はい、でくるくるくるってこうする。三つ折りにしたこれが、うん、内側に入るようにして、うん、乗せてあげるかもしれない、うん、状態になってるってことね。短い足を乗せてあげた感じ。いい、ちょっと見えるよ。ちょっと入るんだよね。して横にして、結構伸びはいいね。でもね、小麦粉がいいからかな。力強いのかな、そんな伸びない。あれ。そうなんだ、うん、あ、間違いじゃないよ。でもほら、ベーグルっぽい形するときは、はい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 。これね、うん、これのさ、だって20分の置き時間、うん、じゃあ一発目に置いた時から考えて今まで15分使ったな。発酵しすぎ、250度が最高のオーブンと、うん、今
家にあるのが300度が最高で250度で使うのでは全然違うね。熱が弱すぎる、ね、弱いの結局、ね、熱が弱くても美味しいのはできるの？あの焼き色がね白いの結局。あそっか、うん、食べれるよ焼けてるんだけど、はい、味は同じ、うん、だからやっぱり見た目が白っぽいのは、ね、やっぱり果肉が弱い。でここにお湯を沸かしますね、うん、大さじ3杯結構入れるんだね。そうだよね、あの時も入れてたよね。これはなぜかというと、はい、大さじ3杯、うん、でこれを入れないと食べれるけどなんかこう乾燥したベーグルになっちゃう。お砂糖は大事ね、うん、テリでね、うん、まあ、張り感はそんなにないかな。グツグツさせちゃダメだね、うん、待ってね、グツグツさせちゃダメってどういうこと？お湯、あ、お湯がね、グツグツはダメだけどどの程度？最初沸騰させて、沸騰させてあの砂糖溶かすじゃない、うん、焼きムラがすごい出ちゃう。ついてる、入れると入れて少し浮くんだよ、もうこれはいい発酵具合、わかる？どこ？どれが？こうお湯にこう浮いてるでしょ。はいはいはい、発酵してないと下にずっと沈んでる。あーなるほどね。じゃあここから離れていくね。30秒から1分ぐらいでひっくり返す、うん、これはひっくり返して裏表で1分ぐらいね。水気をここでちょっと取ってから、はい、うん、なんか水餃子みたいな、ね、うん、これが遅いと作業ね。あ、取れちゃってるね。大丈夫だよ、ここは手手際よくやるってことね。もう入れちゃう、はい、うん、上のだね。で12分。あ、焼き具合バッチリ。これから美味しいって言わないよね。美味しいっていう言葉以外で説明をしてみましょう。ね、あの、うん、イーストの味はしないね。イースト菌の匂いとか。そうだね。柔らかい。ねっとりだよ。もっちりだね。もっちり。すごいもっちもち。ほら。わかります？よく持っていこう。手の皮だけは熱い。うん、うん、おいしい。これだったら言っちゃうから、おいしい。おいしいは言わないの。ほんとなると汗かいてる。これ冷たくなったらどうなの？焼く方がいい。焼くの？うん、もう一回。あの、トースター。トースターの？うん、上手機能もないから、これだってフライパンでこれですけど、うん、あ、でもめちゃめちゃもっちり。せーの、完成。この後も私は食べ続けました。ジャムをつけるとさらに美味しくなって、妹はもう8年も作り続けてきてるからほとんど自分ではもう食べないみたいです。ただ職場の人たち、ママ友、犬友さんたちにあげるととっても喜ばれるみたいです。だから今も週2回はベーグル作りは欠かせないみたいですよ。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。